では今日のメッセージのタイトルを確認しましょうコリントビトヨネ手紙第1、12回目結婚に関する教えその1サブタイトルが寄婚者への助言7章1節から16節では聖書朗読お願いしますコリントビトへの手紙第1、第12回結婚に関する教えその1寄婚者への助言 コリントビトへの手紙第、第一、七章、一節から十六節さて、男が女に触れないのは良いことだ、とあなた方が書いてきたことについてですが、みだらな行いを避けるため、男はそれぞれ自分の妻を持ち、女もそれぞれ自分の夫を持ちなさい。夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も、 自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。ただし、祈りに先進するために合意の上でしばらく離れていて、 再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。以上は、情報として言っているのであって、命令ではありません。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、一人一人神から与えられた自分の賜物があるので、 人それぞれの生き方があります。結婚していない人とやもめに言います。私のようにしていられるなら、それが良いのです。しかし、自生することができないなら、結婚しなさい。欲情に燃えるより、結婚する方が良いからです。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく、主です。妻は、夫と別れてはいけません。 もし別れたのなら、再婚せずにいるか、夫と和解するか、どちらかにしなさい。また、夫は妻と離婚してはいけません。その他の人々に言います。これを言うのは主ではなく、私です。信者である夫に、信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。また、女の人に、信者でない夫がいて、 その夫が一緒にいることを承知している場合は離婚してはいけません。なぜなら信者でない夫は妻によって聖なるものとされており、また信者でない妻も信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。しかし信者でない方の者のが離れていくなら、 離れて行かせなさい。そのような場合には、信者である夫、あるいは妻は、縛られることはありません。神は、平和を得させようとして、あなた方を召されたのです。妻よ、あなたが夫を救えるかどうか、どうしてわかりますかまた、夫よ、あなたが妻を救えるかどうか、どうしてわかりますか はい、ありがとうございました。ではタイトルをもう一度確認します。コリントビテュネ手紙第1、12回、結婚に関する教え、その1、サブタイトル、既婚者への助言、聖書箇所7章1節から16節この箇所から今日は学びたいと思っています。さあ、いつものようにイントロダクションです。文脈の確認から入りたいと思います。コリントビテュネ手紙が どういうふうに展開してきたのか今日は7章に入っていますが6章までどういう状態だったのかイントロダクションがありました1章の1節から9節次にパウロは教会内の分裂の問題を取り上げました4章を使ってこの問題を取り上げたんですね次の5章6章を使って教会内の無秩序の問題つまり問題のある人を 懲戒処分ににししてていいいいないという問題についてパウは取り上げましたそして今日教会からの質問を取り上げます。これが7章から16章ですね。新しいセクションに入ります。コリント教会から手紙に書いた質問が届いたわけですね。それにパウロは回答します。これが7章から16章。つまり第1コリントのこれ以降の内容は全て 質問への回答だということですね。さあ、教会からの質問の具体的な例が出てきます。見てみましょう。まず、最初に、結婚に関する教え、これが出てきます。これが7章全体ですね。7章、1節から40節で、内容を分けてみると、3つの部分に分かれるんです。最初が、既婚者への助言、1節から16節これが、今回の内容です。 次に結婚に関する基本原則17から24節これは次回取り上げますそして未婚の者たちへの助言25節から40節これが3回目に取り上げます今日は既婚者への助言この問題を取り上げたいと思いますさあこの箇所で注目すべき点は何なのかこれを取り上げたいと思いますパウロは 前の手紙でいくつかの指示を出した。前の手紙っていうのはコリント人テの手紙第一よりも前に書かれた手紙で今は残っていません。でもその前の手紙でパウロがコリント教会にいくつかの指示を出したわけです。そこでコリントの信者たちはそれに関する質問を書いてきた。パウロが書き送ったことに対して 質問を書いてきたわけですね。さあ、その質問の内容ですが、質問をしているときの彼らの精神的な状態ですけれど、根底には、パウロの教えに対する反発心が、これ、素直に聞いているというよりは、どことなく反発しながら、あるいは反論しながら質問をしているような雰囲気があるんです。それに対してパウロが答えていくわけです。3番目、パウロは、 何々について、例えば結婚についてというような形で各質問に答えていきます。何々についてっていうのはギリシャ語ではペリデって言います。ペリデという用語を用いて各質問に答えます。ですからペリデという言葉が出てきたら新しいテーマ、新しい質問に入っているんだということがわかるわけです。そしてさっき触れましたように4番目、7章から16章、つまり 第一コリントの7章以降はすべてコリント教会が書き送ってきた質問、各質問に対する回答になっています。その中には非常に複雑な質問も出てくるわけですね。今回は結婚に関する質問、これにパウロが答えてますよということです。特に結婚に関する教えの中で今日は、既婚者への助言です。で今日のメッセージのアウトラインを見てみましょう。 アウトライン婚者への助言今日は3つの部分に分けてお話をしたいと思っています。結婚における肉体関係の重要性1節から7節2番独身でいることの利点8節9節3番離婚の禁止10節から16節この3つの部分でお話をしたいと思いますそして今日の結論です今日は8項目の要約ということでお話をしたいと思っていますと言いますのは 今日の話が非常に複雑なんです。それで話し終わった後、ともう一度振り返ってようやくとして8つの項目を挙げて着手点としたいと思いますので最後までよろしくお聞きくださるようにお願いします。さあではアウトラインにもう一度帰りましょう。既婚者への助言、はい、1番目結婚における肉体関係の重要性1節から7節。2番「 独身でいることの利点8節9節3番離婚の禁止10節から16節そして今日の着手点8項目の要約要約を8項目挙げておきますのでこれで確認しましょうということですねさあではイントロダクション終わりましたので今から本論に入りたいと思います既婚者への助言についてこれから学びましょう ご用意よろしいでしょうかいきます Are you ready? はいありがとうございますでは行きましょう一番目結婚における肉体関係の重要性一節から七節ですねまず一節ですさて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が 書いてきたことについてですがはい、何々についてですがという文章が出てきましたもう一度この聖句読んでみますさて男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですがとパウロは言っていますで、この解釈ですけれどちょっと複雑な話になりますので ここのところは少し注意深くお聞きしたいと思うんですね。で、パウロは、このことを押さえておきましょう。パウロは2つの極端な教えと戦っていた。これは何かって、コリント教会の人たちが考えている極端な教えがあったわけですね。それは何かというと、例えば、6章では、前の章ですね。 キリスト者の自由の乱用と戦った。キリスト者の自由の乱用。つまり、キリスト者は自由だから、肉体において行った罪は、霊的には影響を与えないというような、道徳的罪があったわけですね。六章では、キリスト者の自由っていうのは、そんなふうに乱用するものではないんだということで、パオルは戦ったわけですが、七章では、禁欲主義と戦う。 これ極端ですね。自由の乱用から今度は束縛する禁欲主義に行ってるわけです。で、この章7章ではパウロは禁欲主義と戦っています。二つの極端と戦っている。そして禁欲主義の考え方っていうのはどういう考え方かっていうと、既婚の信者は未婚のもののように生活すべきである。未婚の信者は そののままま状態にとどるるべきであるこれどういうことかっていうと既婚の信者は結婚していても夫婦の肉体関係を避けて未婚のもののように生活すべきであると考えている人がいたということです。さらに未婚の信者はそのままの状態にとどまるべきで結婚すべきではないと教えている人もいたということです。このような禁欲主義とパウロは七章で戦っていこうとしています。 極端は良くないですね。さあそこで7章1節の約分の比較をしてみましょう。あの、新解約第3版というのがあったんですね。今使っているのは新解約2017なんです。役が違ってるんです。つまり約を変えたということですねで。新解約第3版見てください。さて。 あなた方の手紙に書いてあったことについてですが、男が女に触れないのは良いことです。はい。男が女に触れないのは良いことですっていうのは、誰の言葉かっていうと、パウロの言葉です。新海約3版では、これをパウロの言葉として訳しています。新海約2017。さて、今度は引用マークが入りますね。 男が女に触れないのは良いことだとあなた方が書いてきたことについてですがこの訳は男が女に触れないのは良いことだというのはコリントの信者たちが手紙に書いてきた言葉だというふうになっているわけです。訳翻訳委員会の方々の原文の解釈がここで変わっているわけです。最初の訳はこれ両方とも 間違いい。とは言えななどちらででも可能なんです、実は最初の訳はこれは伝統的な解釈ですね男が女に触れないのは良いことだっていうのはパウロはできるならば未婚のままで独身で神に使える方がいいんだという考えを述べてきていたわけですからここでもそのことについて触れているわけですところが新化役2017の訳では 男が女に触れないのは良いことだっていうのは鍵ッコに入れて、コリントの信者たちの手紙の文章をパウロがそのまま引用してるかのような役になってるんです。両方とも間違えては言えないんです。で、この2番目の新科学2017の役も十分根拠がある役です。で、今日は新科学2017の役文を採用してお話をしていきたいなと思います。 その場合はどうなるかというと男が女に触れないのは良いことだっていうのはこれはコリントの信者たちのスローガンになってるわけです。自分たちはこう思う。結婚していても男が女に触れないのは良いことだ。つまりこれは送られてきたコリント教会の手紙からの引用なんです。そのことについてパオロはこれから答えていこうとしているというような問題設定がここで可能になってくるわけです。 まあ、コリントの信者たちはギリシャ哲学の霊肉二元論の影響を受けていました。つまり霊は善で肉体は悪である。それゆえ結婚していても信者は肉体関係を控えるべきである。独身のもののように生活すべきである。で男が女に触れるっていうのはこれは遠極語です。これ性的関係を表現する遠極語ですね。 結婚していても性的関係は控えた方がいいそして未婚のものはさらにそのままの状態にとどまるべきであるこれがコリントの信者たちのスローガンだったわけですそれに対してパオロはこれから回答しようとしていくわけですでは2節いきましょうみだらな行いを避けるため男はそれぞれ自分の妻を持ち 女もそれぞれぞ自分の夫を持ちなさいこれが2節でパウロがここでヘブル的な結婚観まあ聖書的結婚観を教えています。ギリシャ哲学は物質を悪と見霊を善と見るという話をしましたが今度はヘブライズム、まあ、ヘブル的考え方ですねヘブライズムっていうのは物質も霊も高く評価します。 神様がお作りになったものを高く評価するわけです。さらに結婚はそもそも人類が罪を犯す前に人類が罪を犯す前から神が定めた制度神によって祝福された制度です。ですから結婚関係において男女が性的関係を持つことはこれは自然なことなんです。ここで 自分の妻を持つとか自分の夫を持つこれも遠曲語です。これは夫婦関係、肉体的な関係を表す遠曲語です。で、夫婦が性的関係を持つ目的は何かというと、パウロは淫らな行いを避けるためと書いています。これ以外の目的もあるんですけど、コリントの町の状態を考えると、ね、非常に インランナー堕落した町の状態を考えるとこのみだらな行いを避けるために夫婦が肉体関係を持つということは重要なんだとパウロは教えているわけです。これが2節の内容です。次3節から5節の絵まで見てみましょう。夫は自分の妻に対して義務を果たし同じように妻も自分の夫に対して義務を 果たしなさい。妻は自分の体について権利を持っておらず、それは夫のものです。同じように、夫も自分の体について権利を持っておらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。はい、三節から五節ですね。夫婦に与えられている責務というのがあるんです。それは何かというと、互いの必要を満たし合うという、 責務が与えられている創世紀の2章の18節を見てください。また神である主は言われた人が一人でいるのはよくない私は人のためにふさわしい助け手を作ろう。男と女は互いに助け合う関係に神様が作ってくださった。ですから夫婦結婚関係に入るということは互いに助け合う互いの必要を満たし合うという 責務が与えられた関係に入るということです。そして相手の性的必要を満たすこともその責務に含まれるわけです。さあさっきの制クに戻ってください。ここで、ここですね。ここでパウロは夫と妻に同等の権利を認めています。妻の体についての権利は夫のものだと彼は言います。と同時に、 夫の体についての権利は妻のものだと言います同等の権利を認めているわけですそして互いに相手を拒んではいけません五節の絵ですねこれコリントの信者の人たちが書いてきたあの男が女に触れないのは良いことだというような考えとは全く異なったヘブライズムに基づく 聖書的価値観に基づく結婚観ですね。互いに相手を拒んではいけませんとパウロは教えました。しかし例外もあるんです。それが次の5節 B から6節です。ここから例外が始まります。ただし、祈りに先進するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これは あなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。以上は譲歩として言っているのであって命令ではありません。はい。お説明に帰ってください。パウロはここで例外規定を設けています。例外的に夫婦が肉体関係を控えることは許されるんです。その場合、3つのことを心に留める必要があります。 一つは、祈りに先進するという目的です。祈りに先進するという目的のために、肉体関係を控えるということは許される。さらに、合意の上でです。夫と妻が話し合って合意しているということです。そして三番目が、祈りの期間を定めて、しばらく 肉体関係を離れるとということですしばらく離れていてということですつまり祈りの期間を決めてこれを行っているということです信者にはクリスチャンにはより重要な霊的務めを優先させる場合があるんですさせなければいけない場合があるんです例えば断食です断食は食事をある期間経ってるわけです 食事をするっていうのは祝福です。それを立つというのは祈りに専念するためです。あるいは、徹夜で祈る場合、睡眠を立ってるわけです。睡眠は大きな祝福です。それを立って祈るっていうのは祈りを優先させてるわけです。夫婦の交わりを立って祈りに専念するというのも同じことです。より重要な 性的務めを優先させる場合があるということですねで、夫婦の肉体関係がこれほど重視される理由は何かというとサタンの誘惑を避けるためです不自然な禁欲主義はサタンの誘惑を招きます不自然に独身を主張することはサタンの誘惑を招くということ結婚という制度は 神からら与えられた祝福なんですこれがヘブライズムに基づく結婚観、聖書的結婚観です。そして結婚関係の原則は自然な肉体関係を夫と妻が維持することです。で、ここで教えられている肉体関係を控えても良いというのは、パウロにとっては譲歩だというんです。それは祈りに専念するためという。 制約がつく、譲歩であるということ。原則は、夫婦もに肉体関係を維持するということ。これが、ヘブル的結婚観です。次、七節ですね。これ、結婚している人の場合がこうなんであって、ただ、独身のテーマも出てくるわけです。七節。私が願うのは、すべての人が私のように独身であることです。しかし、 一人一人神から与えられた自分の賜物があるので人それぞれの生き方があります。七節。パウロは独身だったようですね。私のように独身であることと言ってます。で、パウロは独身生活には主のしもべとしての利点があるということを認めてるわけです。例えば妻がいれば困難な生活を 彼女に強いることになります。あるいは家族ができれば家族に困難な生活を強いることになります。また妻や家族のために時間を使うことになりますから100%主のしもべとして生きるということに対してなかなか難しい問題が出てくるわけです。ですからパウロは独身生活には大きなメリット大きな利点があるよ。だから私のようにみんな なってほしいんだけれども、でも、その願いは非現実的だよね、とパールは言ってるわけです。彼は非常に現実的な人です。すべての人が独身であるようにというのは非現実的な願いです。なぜなら、独身というのは神から与えられた賜物のの一つなんです。独身生活をできる人っていうのは、 そのように賜物が与えられてるんですだからパウロはそれぞれが自分に与えられた賜物に従って生き方を選べばよいとここで言ってるわけです。結婚してる人には結婚生活の原則を教え独身の人には独身の利点を教えるとここでバランスをとってるわけですね。ここまでで一番目のポイント結婚における肉的関係の重要性。 これを終わりますさあここからローマ数字二番目に入ります二番目は独身でいることの利点ですね独身者に向かってパウロは今から語りかけます八節を見てみましょう結婚していない人とやもめに言います私のようにしていられるならそれが良いのです 発説ですねここで助言の対象が信者の既婚者から未婚の者とやもめに移行します信者で結婚している人に話語りかけてたんですがここから未婚の者よびやもめに移行しますパウロは再び繰り返しますパウロのように独身でいられるならそれが良いっていうんですということはつまり既婚者は 未婚者を見下したり、憐れんだりしてはならないということです。これはとても大事なことです。あるいは、結婚するように強制してはならないということです。独身生活には、パウロによれば、結婚生活とは異なった恵みと喜びがあり、そのように召されている人は、独身の生活で、主に仕えればよろしいんだ。というふうにパウロは言っているわけです。 節しかし自生することができないなら結婚しなさい。浴場に燃えるより結婚する方が良いからです。これが九節です。ここで自生することができないというのはどういうことかというと要するに端的に言うと独身のたまものがない人はという意味なんです。誰もが独身でおれるわけではないんだ独身のたまものがない人は結婚した方がいいんだ。 情欲に燃えて罪を犯すよりは結婚する方が良いんだ。そして独身の人は自分は独身には召されていない結婚するように召されているという確信があるならば伴侶を求める祈りをしたらいいんですね。真剣な真実な祈りをするなら神の恵みが働くと私は信じたいですね。ぜひそのようになすってください。 これが独身でいることの利点。でも、たまものがないならば、伴侶が与えられるように祈って求めればいいということが、ここでのポイントですね。これで2番のポイントが終わりました。3番目、離婚の禁止に行きましょう。10節から16節ですね。10十節11節を見てみましょう。すでに結婚した人たちに命じます。命じるのは私ではなく、 主です妻はは夫と別れてはいけませんもし別れたのなら再婚せずにいるか夫と和解するかどちらかにしなさいまた夫は妻と離婚してはいけません10十節11節これを今から解説していきましょう助言の対象がここから結婚した信者たちに移行しますね先ほどは 独身のものでしたあるいは山目になってるものでしたここから結婚した信者たちに移行しますこのパウロの回答を見てるとコリントの信者の中には禁欲を理由に離婚を願う者たちがいたんだろうと思いますねもう結婚関係を続け,続けたくないだから離婚を願うという人がたくさんいたんじゃないかなと思いますね 現代人はどうでしょうか。現代人は別の人と結婚したいから離婚を願うというのはほとんどですね。もう結婚が嫌だから独身でいたいから離婚を願うというものだったらいたわけですね。そこでパウロは主イエスの教えを引用します。イエス様がすでに教えていたんです。妻は夫と別れてはいけません。これは主イエスが教えておられた内容ですね。 ということは、結婚関係において問題が生じたときは、離婚するんじゃなくて、問題解決に向けて努力すべきだということですね。しかし、現実問題として、妻が離婚せざるを得ない極端なケースもあったと思うんですね。ちなみに、ギリシャ・ローマ文化では、妻が夫を離縁することができた。だからここが、 妻は夫と別れてはいけませんというのはギリシャ・ローマ文化を背景に語っているわけですね。妻は夫を離縁してはいけないっていうんですね。ギリシャ・ローマ文化ではこれができたんですね。で、現実的に離婚せざるを得ない場合もあるかもしれない。で、その場合は、もし別れたとするならば、あるいはすでに別れているならば、再婚しない。あるいは夫と和解する。 再婚せずにいるか、夫と和解するか、その二つの選択肢がある。これが現実問題です。さらに、夫に対しては、夫は妻と離婚してはいけます。夫は妻と離婚してはいけませんと書いてますね。この場合は、例外規定がないんです。極端なケースを想定してないんです。ユダヤ文化では、夫だけが利縁の権利を有していた。 その夫に対して、ユダヤ的には夫は離縁妻を離縁する、離婚する権利を有しているんだけど、夫は妻と離婚してはいけませんと、パウロはここで禁止令を書いているわけですね。ここまでが結婚した信者同士の結婚ですね。夫も妻も信者である場合の話ですが、今度は片一方だけが信者で、片一方が 不信者の場合はどうなるか。それが十二十三です。十二十三見てみましょう。その他の人々に言います。つまり、片一方だけが信者の場合です。これを言うのは主ではなく、私です。信者である夫に信者、信者でない妻がいて、その妻が一緒にいることを承知している場合は、離婚してはいけません。また、女の人に信者でない夫がいて、その夫が一緒にいることを承知している場合は、 離婚してはいけません、はい、1213その他の人々に言いますこれは先ほど申し上げたように不信者と結婚している信者に対して言ってるわけですね片一方が信者で片一方が不信者この場合どうなるのかこのテーマに関して主イエスの教えはない少なくともパウロは知らない、まあ、福音書を見てもこのテーマに関してイエスの教えはないわけですね まあお互いが信者同士あるいはユダヤ人同士の結婚をイエス様は想定して話をしておられます。でパウロはイエスの教えを知らないそこでこれを言うのは主ではなく私ですと言ってます。だからこの部分は聖書的に霊感を受けてないななかとそんなことないんですこれは主イエスがその教えをしなかったということをパウロは言っているだけでパウロの書いてることは「 精霊の導きで霊感を受けて書かれてますからこの部分も聖書の言葉ですこれを言うのは主ではなく私ですでテーマは不信者と結婚した信者はあるいは不信者と結婚している信者はその結婚生活を続けるべきか離婚すべきかという質問なんですで答えは不信者の伴侶が一緒にいることを承知している場合は それでいいんだ。そのまま結婚生活をつ続けていいんだ。これは夫が信者で妻が不信者であっても、妻が信者で夫が不信者であっても結論は同じです。不信者の片割れが一緒にいることを承知している場合はそれでいいんだということです。なぜそうなのか。14節なぜなら、信者でない夫は妻によって聖なるものとされており。 また、信者でない妻も、信者である夫によって聖なるものとされているからです。そうでなかったら、あなた方の子供は汚れていることになりますが、実際には聖なるものです。はい。パウロは何を言っているかというと、結婚関係において、片っぽだけが信者の場合でも、そこにはとてつもない祝福があるんだよということを言,た言いたいわけですね。夫婦の片方が信者である場合、 もう片方は聖なるものとされてるて。この聖なるものとされてるというのは救われてるという意味ではないんです。妻が信者だったらその信仰によって夫は救われてるとかそういう意味ではないんです。救われてるという意味ではなくて本来聖なるものという言葉は選び分けられてるということです。区別されてるということです。ここでは特別の祝福のために選び分けられてるという意味ですね。 祝福を受けるように選び分かれ、分けられている。つまりどういうことかっていうと、不信者である伴侶は、信者である伴侶から良い霊的影響を受けることができる。そこには神の祝福がある。その影響を受けることができる。そしてそれはやがて、不信者の伴侶が救いに至る可能性を持つ、救いに至る信仰を持つ可能性が高いということです。それが、 聖なるるとされていいう内容ですね事実片一方が信者で時間とともにもう片一方も信者になるケースというのはいくらでもあるわけです。これが聖なるものとされているという言葉の意味ですね。そうでなかったらあなた方の子供は汚れていることになりますが実際には聖なるものです。子供に関しても同じです。子供に関しても聖なるものだと言われています。子供も 選び分けられてるんです子供は家庭の中で良い霊的影響を受けることができるそしてやがて救いに至る信仰を持つ可能性が高いこれが聖なる実際には聖なるものですという言葉の意味ですね。ですから信者である方が共に結婚生活を続けることを承諾している場合はそのままでいいんだ。じゃあ相手が 離れていきたいといった場合はどうなるのかこれが1516節ですしかし信者でない方の者のが離れていくなら離れていかせなさいそのような場合には信者である夫あるいは妻は縛られることはありません神は平和を得さ,せるよう得させようとしてあなた方を召されたのです妻よあなた方があなたが夫を救えるかどうかどうして分かりますかまた夫よ あなたが妻を救えるかどうかどうして分かりますかはい、15、16。パオロは非常に現実的に回答を与えてますね。不信者の方が離れていくなら信者はそれを受け入れてよろしいっていうんです。それを認めていいっていうんです。なぜかというとそれを認めないで無理に共に生活しようとすると家庭内に常に争いがあるわけですね。神は 家庭内にこのような争いがあること願っておられません。それよりは離婚によって平安な生活、家庭内の平和が得られるならそれがいい点です。いやいや、パオロ先生とは言っても我慢して一緒に生活すれば苦しい時は我慢してそれを通り抜ければいつか相手も救われるんじゃないですかという疑問を想定してパオロはいやいや 結婚生活を続けても相手が救われるかどうかは分からない。僭越な考え方はしない方がいいよ。夫を救えるかどうかどうして分かりますかあなたが妻を救えるかどうかどうして分かりますかだから結婚生活を続けても苦しみが続くだけです。それゆえ牢獄のような結婚生活から逃れることは許される。いや、むしろそのようにした方がいいんですと。パウロは 現実的具体的な助言をここで与えたわけですねさあ結婚に関する教えの第1番目がこれで終わりました多岐にわたる話をしてきましたでもう一度結論で要約をしたいと思います8項目の要約というところをご覧くださいこれによって今日学んだことを整理してみましょう まず一番目大前提として夫と妻の関係はキリストと教会の関係の型であるつまり神は夫と妻の結婚を祝福された制度として創造されたそしてそれはやがてキリストと教会の関係の型であるということが分かってくるということですね愛の関係で結ばれているということです 2番結婚関係において夫と妻は霊肉ともに一体化するように召されているキーワードは霊肉ともに一体化すするです2人が1人の人になるということ霊肉ともに一体化するように召されています3番離婚が許されるのは不信者の側が去っていく場合だけである不信者が去りたいといえば 家庭内に争いを持ち込むよりは去っていかした方がいいということです。しかし4番目。不信者が結婚生活の継続を願っているなら離婚してはならない。そのままの状態でよろしいということですね。4番が終わりました。5番。片方が信者である家庭には主の特別な守りがある。はい。不信者が そのまま結婚生活を続ける場合はいいんだ。どうしかというと片方が信者であればその家庭にはまた夫にも子供にも主の特別な守りがあり祝福があるんだ。彼らは清く聖なるものとされているんだということです。6番目独身は主からの賜物である。だから誰もが独身生活ができるわけではない。これは独身という 御霊の賜物が与えられているととうことです7番目独身のたまものがないならば無理をしてはいけない結婚すべきであるこれが7番目そして8番目信者が不信者の伴侶から被害を受けている場合は別居を考えるべきであるこれちょっと付け加えた理由はですね特にあの最近家庭内暴力でありますね。 夫が妻を苦しめるあるいは逆の場合もあるんですね妻が夫を苦しめるこの場合は言葉による暴力です、ね、言葉も武器なんですよ言葉も暴力なんですそれによって夫が傷つくっていうケースがあるわけですで絶対に離婚しちゃいけないというふうに教えるのは違うと思います信者が不信者の伴侶から被害を受けている場合は 一時的な別居を考えるべきです。すぐに離婚に行かないで別居を考えて時間を置いて修復の可能性がないかどうか探るのがいいと思いますね。まあどんな場合でも別居しちゃいけないというのはあまりにも夫なり妻なりを危険な状態にさらすことになりますね。今日はこの8項目を学びました。もう一度リピートしてみましょう。1番目から。はい。 夫と妻の関係はキリストと教会の関係の型である。2番、結婚関係において夫と妻は霊肉ともに一体化するように召されている。3番、離婚が許されるのは不信者の側が去っていく場合だけである。4番、不信者が結婚生活の継続を願っているなら離婚してはならない。5番、片方が信者である家庭には主の特別な守りがある。6番、独身は主からの賜物である。 7番「独身の賜物がないなら結婚すべきである」。8番「信者が不信者の伴侶から被害を受けている場合は別居を考えるべきである」。はいこの8項目を今日の要約としたいと思います。次回も結婚に関する教えが続くんですが次回の内容は何かというとさされた時のままでで生活しなないいということなんですクリスチャンになったから全部を極端に変えようとしちゃいけないんだ。だから 結婚している者はそのままの生活独身の者のはそのままの生活その召された時の状態のままで生活していくあなたは徐々に変えられていくんだという文脈の中で出てくるのが割礼を受けているか割礼を受けていないかという問題あるいは奴隷なのか自由人なのかという問題この問題が入ってくるんですね。これははででも主要なな教えではないこれは 結婚関係についてパウルが教える中で召された時のままの状態で生活を始めなさいという文脈の中に出てくるサブテーマなんです。でもこれもとても重要なテーマですから取り組みたいと思います。次回も楽しみに同じ時間に共に集まり神様を讃えようでありませんか。ではお祈りします。天の父なる神様。 コリントの信者たちが書き送ってきた結婚に関する理解。これが極端な禁欲主義から出たものであることパウロは見抜いて答えを送りました。どうぞ聖書的に結婚という制度を高く評価する理解を私たちも持つことができますように。と同時に、独身もまた素晴らしい生き方であり、 賜物がある人はそのように召されていることも理解することができました。どうか私たちの結婚生活、家庭生活をあなたの臨在の中で大いに祝福してくださるようにお願いをいたします。今、結婚生活で悩んでいる方にとって今日のこの御言葉の教えが少しでも役に立ちますように心から願います。今日のこの恵みを感謝して、 主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメンはい、ありがとうございました。